グレンゲを練習していますが、 A のところのような落ち着いた雰囲気のところでドラムがうるさいと言われるので音量を下げるのですが、もごもごした音になり、今度はどんなリズムを叩いてるのかわからないと言われてしまいました。ここはね、あのコツとしてはなんですけど、グレンゲの A メロどんなやったっけ、そうやな、結構手数が多いので、なので右手、ごめんなさい、ハイハットをちょっとしっかりめに踏んでもらって、もう音をちょっと短めに切ってもらうみたいな感じで、で、バスドラとスネアは割としっかり鳴らし気味でやってもらうと、これがなんか右手が割とこうルーズになると、多分ね金物の音が割と多くなって、なんかあんまり何をやってるか聞こえなくなるみたいな。よりかはここをしっかりめに締めてもらって、みたいな感じでこうやってもらうと、こうええ感じにこうグレンゲのところはなるんじゃないかなと思いますね。もしくは、まあ、それこそさっきの話じゃないですけど、スネアをちょっとね、しっかりめにミュートしてもらうか、スネアのこのスナッピーを、まあ、これもチューニングの話なんですけど、スナッピーをね、ちょっと締めてもらうみたいな。今のこの状態と、ターンってこのサスティーンっていう音の伸び、ターンって今この長いのが、このスナッピーをこう、ちょっと締めることによって、音の伸びが、ちょっとこの短く切れる感じなんですよね。ちょっと音がこう短く切れるみたいな。スナッピー緩めると音が長くなるんですよ。ダーンって長くなるんですけど、スナッピーをちょっときつめに締めつつ、これでミュートするとなんかちょっとタイトめな感じです。みたいな感じでいけると思うので、ちょっとスナッピーを締めてもらうっていうのは試してもらってもいいかもしれないですね。